フェース面をターゲットに合わせる。この距離はまあ入るかなと。肘をこう伸ばしちゃった方がパターで簡単なんで。どうも柳島です、今回はですね、明日入れたい1メートルパッということですね。まあアマチュアゴルファーあるあるというか、ね、ショートパット苦手というか嫌いというか、まあそういう人がたくさんいると思うんですけど、まあ、ショートパットを外さないコツみたいなものを今日はちょっと説明したいかなと。そもそもショートパットが入らない最大の原因は、まあ別にあると思うんですけど、僕はもう言ってもこれしかないじゃないですか、距離で。これ外すって僕らからしたら逆に難しくて、で逆に言うとこれ外そうと思ったらどうするかっていうと、アドレスの時にこのフェース面ですよ、フェース面を合わせない。フェース面が合っちゃうとどうってこう入っちゃうんで、フェース面をあえて出します。ってことはアマチュアゴルファーがショートパット入んない人ってほとんどが構えた時にこのフェース面がカップを向いてないです。で、ずれてる。で、そのずれに気づいてないんで、まあこう、本当はね、こういう線の入ったパターンっていうのがいいんですけど、このぐらいの距離になっちゃったら、どうまっすぐ引いてまっすぐ出そうって思っちゃうと、パターンってめちゃくちゃ難しくなるんで、もう、ただ一つ。しっかりフェース面を、まあ、多少1メーターでもフックのスライスはするとは思うんですけども、しっかりターゲットに向けて、つもりでも向けて、本当に多いんで、ショートパットの、まず一番最初にやらなければいけない準備っていうのは、このフェース面をしっかり、仮にこれがストレートラインだったら、カップに合わせてあげる。これが、こうなってたり、こうなってたりする人に限ってショートパット外す人が圧倒的に多いんで、まあ、しっかりフェース面をターゲットに合わせる。じゃあ、フェース面をターゲットに合わせるとどうやってやるのっていう話になってくると、まあこういう長い線が入ったパターを使ったり、もしくは、こうやってね、その、大体ゴルフボールって最近のゴルフボールっていうのはこういう直線が入ってるんで、まあ打つ前に、この直線をしっかりこうカップの真ん中に合わせてあげて、でこの直線とこのパターの線をこうやって合わせてあげさえすればこの距離はまあ入るかなと。アドレスの時にこう両方肘をこう伸ばしちゃった方がパターって簡単なんで、この伸ばした腕を伸ばしておいて、あとはこの両肘が曲がらないようにこうやって打ってあげると、まあこの距離は結構入るかなと。本当に初心者でこれからゴルフ始めたいとか、まあ始めたてでパターンの仕方わかんないとかっていう人がいたら、基本的には両肘っていうのはしっかりこう伸びた状態の方が絶対簡単なんで、こういうアドレスを覚えた方がいい。あんまりこう肘を曲げて構えて、もう全部まっすぐ構えておいて、であとはパターを動かすときに肘をこう曲げます。これがこういう動きとか、まあ、手首もそうなんですけどね、使わないようにすればショートパットを外さないんで、やりましょう。こんな感じです。明日ゴルフで1メーターのショートパットを外したくない人はですね、まずフェース面を、フェース面っていうのはこのパターンのこの打つ面ですね、この面をしっかりカップ、もしくは多少曲がるラインだったらそのラインに合わせる、もうこれが一番大事です。でショートパット外す人に限ってほとんどそこ合ってない人が多いんで、しっかりこのフェース面を合わせてあげる。この合わし方っていうのはまあ人それぞれまたそのあるんで、まあ、この先、じゃあどうやったらうまく合わせられるのっていうのもあるんですけど、とりあえずは意識するのは
まっすぐ引いてまっすぐ打つとかじゃなくて、アドレスでしっかりフェース面をアップに合わせてあげる。でその後はなるべく手首、肘とかの動きを使わずに打ってあげると、まあ、今までの、そうですね、確率が5割ぐらいだった人が、まあ、7割5分ぐらいにはなると思うので、ぜひ、実践してみてください。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですね、よろしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。